軟式テニスのお二人をお迎えして、今回はシングルスで対戦していきたいと思います。動きが速すぎるいや、本気出してきましたね。さすがの速さにちょっと出してしまいました。皆さんこんにちは、江原浩康です。今回初 MC を担当させていただきます今回も引き続いて軟式テニスのお二人をお迎えして対決シリーズをやっていきたいと思います。前回はダブルスだったので、今回はシングルスで、上岡選手と対戦していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ってことで、僕はちょっと足が痛いので失礼します。これ腰が痛いんで、引き続き2人でシングルスをやってください。お願いします。お願いします。これからシングルスをやっていくんですけど、はい、シングルスの、コツなんかを教えていただけたら、はい、そうありがたいなと思います。やっぱり軟式といえば、はい、やっぱボールが変化するってことだと思うんですけど、はい、やっぱりシングルでも結構ドライブで打つだけじゃなくて、はい、カットも混ぜつつ、なるほど、スライス、僕結構公式だとスライス使うタイプなんで、結構使っていった方がより、はい、多分競れると思います。これはもう僕勝つ気でやっちゃいますよ、まあ、ダブルスは前回見事にやられてしまったので、はい、シングルスでは僕の機動力を生かしてリベンジしたいなと。マジっすか、はい、じゃあ僕もちょっと怖いな、答えれるように怖いな、頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、テンポイントマッチタイブレイクで、はい、サーブは僕は、ダブルフォルトなしで、はい、上岡選手はカットサーブを1本で大丈夫です。1本で大丈夫ですね。1本で大丈夫です、はい、1本で、まあ、視聴者の皆さんもカットサーブ見たいと思うので、はい、1本だけ限定にして、はい、やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。やっぱり軟式専門なんで、それは絶対に負けないと思います。変化したボールに対応できないと思うので、どんどんカットスライスを使って、攻撃していきたいと思います。ボコボコにしてやります。大体もう軟式分かってきたんで、まあ、シングルスだったら僕の運動量でなんとかなるかなと思うんで、やっちゃいたいと思います。公式を代表するものとしてやっぱり負けられないですね。絶対勝ちます。回します。じゃあ表で、はい、あ、表です。サーブでいきます。わかりました、よろしくお願いします。お願いします。最初からガンガン打っていきます。まさか負けるとは思わない、まあ、様子見ながら進めていきたいと思います。よし、繋げておくだけでもいいかもしれないですね。分かんないけど、とりあえずポイント取りました。油断しました結構ね、粘り強いんですよ。そうですよね、走るから試合見てて粘り強いけど、いけるよ。よし、あれ飛ばないのか。この辺のさばきがやっぱうまいね。そうですね、あれち
よし、ナイスラリー、ナイスラリー。なんか深く打つことの方が難しいんじゃないかな。そうですね。あ、すいません。あ、難しいな。すいません。あ、当たった。当たっちゃった。返事はありました。ありがたいです。ちょっとドーム忘れてました、完全に。こういうコートでやることもありますけど、比較的かなり少ない方だと思うんで。ね、あと基本外なんでね。あ、そっか。危なっ、悔しい。というかそろそろやばいんじゃない。やばいっすね。仕上がってきてるよ。仕上がってきてる。動きが速すぎる。ラリーに慣れてきてるよ。待って、ミスった。なんかちょっと掴んできた気がする。よっしゃ。何今の。いいぞいいぞ。なんすか、なんすか今の。ちょっとずっと隠してたんで、ちょっと何が起きたか分からない。よしよし、出していきたいと思います。じゃあ本気出してきましたね。よし、よし、ダメだ、回転かけちゃダメなんだ。けど低いボールああなっちゃうよね。そうですね。フラットで打つなんてことはできないから。ちょっとカットどうしようかな。もうちょい待ってみます。使うの47、あれ47ですよね。はいや。ダサすぎる。さすがの悔しい。さすがの速さにちょっと出してしまいました。申し訳ないです。どんどん持ち味である脚力を出していきたいと思います。もっと打った方がいいのか。よし。ナイスゲーム。よいしょ。いやー、なんか魔球を食らってからちょっと消極的になっちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。参りました。ありがとうございました。縦にということで、シングルス対決は10対4で上岡選手の勝利です。おめでとうございます。ありがとうございました。参りました。矢原プロどうでしたか。いやちょっと最初いけるかなって思った、ね、思ったよね。思ったんですけど、途中で本物のショット出してきたんですよ。なんか止まるショットとかもう、はい、やばいよね。あれ取れないですどっちにバウンドするか分かんないので、ね、なんかもうそこからどうしたらいいのか分かんなくなって、はい、もう普通のボールもミスっちゃうようになっちゃいました。いやあれははっきり言って取れないわ、はい、無理や、はい、あれカットされてボールピョピョってやられたら、はい、それ無理っすわ僕は、はい、もう
ちょっと、はい、勝つとか言って申し訳なかったです本当にどうもすいません、まあ、けどそれだけ軟式のテニスがすごいということが、まあね、視聴者の方にもよく分かったと思うので、はい、まあ、軟式の選手まだ、ね、現役ですから、あ、そうです、これからも頑張ってほしいなと思いますし、はい、吉村プロのチャンネルもあるんですよね。あります。ちょっと宣伝を。あ、吉村チャンネルで今活動してます。この後小野田プロと江原プロ出演していただいて、そうですね、あの一緒に動画撮らせていただけたらと思うので、はい、そちらも皆さん見てください。お願いします、はい、これからもあの軟式公式ちょっとコラボも考えてやっていきたいと思いますし、まあ、これからもお互いの、ね、活躍を、はい、あの頑張りながら、はい、またこういう形で視聴者の方に見てもらいたいと思いますので、ぜひ頑張っていきましょう。はい、はい、お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!